この絵元道は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての苦行。摂政関白、この絵元真の長男。官位は、十一位、摂政、関白、内大臣。この絵家二代当主。通称は、普賢寺関白。永万二年、奇痛が六歳の時に、父、元真は二十四歳で病没。翌年2十一歳のまま母,母、森子が十三公を賜り。 高倉天皇の純母となると、森子は奇痛を、自らの養子として貢献した。本来であれば、藤原高道元座に奇痛と摂棺家の着流が、継承されるはずであったが、父が皇居した際に7歳であった奇痛には摂棺になる以前に官位そのものを有していなかったために、摂棺の地位は、元座根の異母帝の松戸の元房が、中継ぎとして継承した。しかも、母方のおじ、 藤原信頼は、平治の乱の首謀者として斬首されており、無本人の老いという影が付きまとっていた。奇痛は、対等著しい平家一門を事実上の外籍とすることで、石管家の継承者の地位を保つことが可能となっていた。後白河法皇が盛子に石管家領を継承させたのも将来の奇痛への継承を前提にしていたものと考えられている。また、当時、 元真の弟である、九条金真も、森子を、仮の電量の人、奇痛を、胸たる文書、荘園、電量せらるべき人士と呼んで奇痛を、石関家の継承者とみなしていた。かを2年4月、聖五石下に女子、自重や、右この絵少将に任官。11歳で元服したこの頃に、平野清盛の六女、漢氏を正室としたとみられる。上腕4年8月には、 十三に除せられるだが、松戸の元房が10年以上にわたって、石棺の地位を占めて、独自の地位を確立するようになると、法王は元房への石棺家継承を考えるようになり、紀通の貢献人であった清盛の反発を受けることになる。自称3年11月、後白川法王の陰性が停止され、半平家の苦行が一掃されると、紀通は潔宇宙省から内大臣。 内乱、関白に認じられた。翌年2月には、安徳天皇の摂政となり、11位に上される。しかし以外こそ、苦行となっていた者の賛議、中納言、大納言といった犠牲官につくことができず、さらに父の創生によって、夕食古日を習うことができず、政務に未熟な悪条件が重なっていた。そのためたびたび儀式で失態を犯し、 関白としての権威は低かった。幸福寺の僧兵が平家に反乱を起こそうとしたときは、それを食い止めようと尽力している。自称5年うるう2月に、清盛が皇居して平家が急速に衰退し、従営2年の源の義仲の構成の前に、都落ちを余儀なくされたときは、これまでの縁の深さから平家と行動を共にするよう、平信元に迫られるが、最終的にこれを拒絶し、宮古に留まった。 その後は、後白河法皇の側近として使え、後鳥羽天皇の擁立にも貢献した。義仲と法皇の中が険悪になり、法十字合戦となった時には義仲によって、すべての任を解かれたが、樹永三年に義仲が撃たれると、摂政に服した。その後は、後白河法皇随一の側近として、信任を受けたが、かつて平家と親しかった経緯からお辞である。 九条金真をはじめとする九行から奇痛に対する非難が相次ぎ、文治二年三月には、源の義経が兄、頼朝追悼の院前を法王に出させることを仲介した長本人とみなされて、すべての任を解かれ、老居されるに至った。その後、奇痛に代わって九条金真が摂政となったが、法王はなおも奇痛を庇護していたと言われている。七年十一月、 半県民派の土御門道からに擁立されて、再び関白に任じられた。天究九年正月には、土御門天皇の戦争と共に摂政に任じられる。道下の死後には、後鳥羽上皇の遺行で、九条義経が復権したため県に2年12月に、摂政を辞任するが、着手の家実はそのまま平等に残り、元宮三年三月10日、休止した義経に代わって、 摂政となった。上元2年10月に出家し、京里と名乗る。天覆元年5月29日に皇居。去年74。祈通とおじ、金ザの関係は良好なものではなく、金ザは祈通の関白就任直後こそ、古伝の新奥を思うとして、補佐をしていたが、やがて疎遠となった。金ザの日記、玉葉には、後白河院と祈通の関係を、 方言接生磯の愛念と記して、その関係を疑い、金金の同母帝、自縁は奇痛、家事不死を無能な人物であるとしている。日付イコール旧暦近年では、忠道は元金を廃して、弟に石棺を譲らせてその子孫に石棺家を継承させようとしたが、忠道自身の死で実現しなかったとする見方も出されている。ありがとうございます。